2019年8月13日明治、神宮野球場にて、木内92世は、日本のプロ野球審判員。審判員袖番号は15。日本大学名星高等学校拓殖大学、大正和聖子北海道を経て、1998年に、セントラルリーグ審判部に入局。審判員袖番号は15。特徴的なのは、ストライクゾーンを広めに取ることで、 選手が選ぶベストアンパイアの上位に選出されている。クロスプレイの際のアウトをジャッジする際は、左手で行っている。2013年に日本シリーズに初出場を果たし、第2戦で球審を務めている。2014年現在、連帯ロースプロ野球審判士部長。2016年5月3日、埼玉西武ライオンズ、対オリックスバファローズ7回戦で球審を務め、 史上122人目となる通算戦試合出場を達成した。2021年シーズンよりサブクリューチーフに昇格。2021年6月29日に楽天生命パーク宮城で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズ13回戦に3類類進として出場し NPB 審判員史上97人目となる 通算1,500試合出場を達成した。木内92世審判員1000試合出場達成のお知らせ。NPB ニュース。2021年7月14日閲覧。木内審判が1,500試合出場プロ野球。時事通信者。 https://www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュアーティクル ?k イコール2兆210億6290万 1266&g コールスポ2021年7月14日閲覧。木内92世審判員通算1500試合出場達成のお知らせ。NPB ニュース。 2021年7月14日閲覧、ありがとうございます。